お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュララやっていくんですけど、今日はねこちらの、ミスったバルーンをね紹介していきたいなと思います。でこれみかんさんが昔作ったバルーンのザップの枠がウッドになってる、みかんバルーンでございます。というわけで今これがねちょっと増えてきてる印象があります。で、多分皆さん一つ思ったことがあると思います。こうバルーンなのにウッドっていう、これ珍しくないですか？なんかやっぱバルーンデッキってコウモリとかね、こうサンガゴとかでこうやっぱ処理されるのが嫌なんで、こうヤナアメとかねザップが基本的には入ってくるんですけど、こうバルーンデッキにウッドっていうのがこのデッキで新しいところかなと思います。でこのウッドの理由なんですけども、まあやりながら話していきましょうか。あのですね、最近こうやっぱマジックアーチャーがねこうすごい流行っています。でこのマジックアーチャーに対してこうプリンセスプラスのウッドですね、これプリンセスプラスのウッドの形がマジアーチャーに対してめちゃくちゃ強いんですよ。これあのプリンセスってこうマジックアーチャーと1対1になった時に普通に考えてというかこう相性悪いカードじゃないですか、ぶっちゃけなんですけど、こうプリンセスって実はというかこうマジアーチャーよりも射程が長いんですよね。なんでこう一方的に相手の陣地にいるマジアーチャーをねこう打てるんですよ。でけどマジックアーチャーがちょっと歩いてきたらこうプリンセス打たれてやられるじゃんみたいな、そこをウッドでノックバックさせてこうプリンセスが2発目打つことによってプリン2発と、あれですね、プリン2発プラスウッド1発で処理できるんですよね、相手のマジックアーチャーを。そこがねすごい強みですね。よいしょ。さあこれはもうさてはフィニッシャーファイブ防衛がうまい。あーでもバルーン一発ねじり伏せろ、いいですね。そしてここに絶対アーチャーというカードが来るんですよ。僕はわかります。まあまあまあ、これはね、1コスまであげます。さあ、相手はテスラクロスですね。今回マジックアーチャーは登場しないんですけども、まあまあまあ、あとウッドにしてることによって、スケラーですね。スケラーに対してもちょっと強くなってる印象があります。あの、スケートもバーンって全員引けるんでね。下手か、表現下手かって感じなんですけども、お、相手ミスってる。ラッキー。さあ、ファイボでルート強制をしようとするが、テスラが覗き野郎だな、あいつは。さあ、まあまあまあ、線まで削って、相手がウッド持ってるので、まあ、端前プリンですね。後ろから出してもウッドで処理されるだけなので、ダメージを稼いでいきますと。ところで、ウッドだとスケラー、枯渇、まあ、ロイホグとかも最近いて、マジックアーチャーですね。ウォールブレイカーにも優秀というわけで、ウッドがね、最近なんかいろんなデッキのウッドがすごい増えてる印象がありますね。よいしょ。うん。もうここはウッドまで使っちゃって、ファイブボーイとかかな。オーケー。これは、釣りミス、端前プリン対策か釣りミスかですね。これは相手のミスにいろいろ救われているところでありますが、さあ、どんどん行っちゃいましょう。バルーンが戻ってくる。優秀ですね、あいつ。あ、でも、もうちょっと働いてほしかったですね。さあもう一発バルーンが入ってフィニッシュですね。これはもういいんじゃないですか。まあ回転が速いんですよね、このデッキ。なんと、まあ、2.6 ですから間違いなく速くて、こうバルーンディガーするじゃないですか。でこうスケアイスピ飛ばして、まあ、もう一枚なんか適当に裂いとけばまた止まるんですよね。バルーンディガースケアイスピウッドぐらいするともう一回バルーンがね回ってくるっていうので、こう、まあ、トルネードの相手とかバルーンきつい印象があるんですけども、まあトルネとか、あとはなんだろうね。まあ空が多めの相手に対しても、施設持ちとか、そういう相手に対しても、1回目のバルーンは守られるんですけど、2周目のね、こう、トゥトゥチューってね、回したバルーンは、相手はなかなか止めれないっていうか、そこでね、やっぱダメージが入るっていうので、このデッキの、まあそこが強みかなと思います。で、なんで、こう、結構攻めて、相手がこう、ユニット対応してるのを、こう、プリンセスで美味しく回収してっていう流れができると、もうなんかずっとね、こう、僕、攻めて相手が守って、で、また攻めて相手が守ってっていう、この無限ループのね、流れを作れると、こう、まあ、勝ち、もう勝ちですね。その流れに持っていけたら勝ちなんで、その流れをどうにか掴みたいですね。さあ、よぼ、しょっぱなからディガー、俺が取れないと持ってない読みですが、外していきましたね、残念ながら。さあ、で、ここ、マジックアーチャーがワンチャン来るので、アイスピぐらい出していきましょうか。まあ、この、まあ、うっと、ウッドの差率高いんですよ。まあ、なんすけど、回転が速いんで、なんとかなるでしょうの、プリンですね。あ、さっき来た。これはウッド打って、プリンでいいっすね。よいしょ。多分。
AM 次第。オーケー。さあ、オールブレイカーに対しても優秀。これ絶対来る。あー、全然違った。まあ、キング起動してるので美味しい。そして、スキーディガーか。これなんだろうね。ウッドだもんね。おー。ってことはですよ、皆さん。おー。お、すごい。なんか、隊員がいろいろたまたま被った。これ、バルーン飛ばしたら、普通にトレネがないです。ロケットか。ワンチャンロケッティーナだけど、これロケット打ってくるとして、ナイト避けろ、オッケー、ナイト当たってないから、これ、ロケット押しが直接、あのバルーンをね、打たない限りは、このバルーンがね、もう無限。これ無限ですね。いや、なんでやねん。なんでやねん。今、ディガー。これは、よくわかんないですね。まあまあ、ですが、まあ、ロケット押しもプリンで、ぴょいぴょいと処理しつつ、またディガーかな。まあ、アイスピウッド、スケウッドでウォールブレイカーを徹底して処理すれば、正直、マジで何も怖くないですね、これ。からの、これですね。アイスピで凍って、からのウッドで。よいしょ。前田のロケット押しが若干これ、痛いですね。プリンが、二次被害受けてる。オッケー。あ、でも残ったら、バルーンつけとくだけで、こう相手ロケット打たないと絶対防衛できない。ロケット打たないと絶対防衛できないですね。よいしょ。さあ、なんでこの間に逆サイ削っときましょう。もうなんかね、相手のやっぱロケットの回転が間に合わないんですよね。で、打ったところで僕がディガー飛ばしたらもう終わるっていうので、もう相手からしたら絶望と。これだってアイスピウッドで終わりますね。なんで、ウォールブレイカーにも強いですね。このデッキは非常に。よいしょ。して、プリンセス生みつつ、まあ、バルーンはね、もう飛ばすと相手本当にかわいそうになっちゃうんで、まあ、飛ばしますけども。よいしょ。さあ。ここは、スケからの、ISP からのウッド。もう、1、2、4コスでね、相手のココスを言ったらほぼ完封できるんで。からの相手のロケット押し、あれ、気絶しましたね。美味しい。さあ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 、これは、まあ、緊急用トルネードでもしてきましょうか。で、どうせならもう一個降りたい。俺はもう一個降りたい。お願い、降らしてくれ。もう一個、アイスピ飛べ。アイスピ飛んで、もう一個、うまい、15、ディガーが顔されてなかったら落とせてましたね。まあまあまあ。といったところで、バルーンがね、意外と強いんですよ。だから今、マジアチャコウモリデッキがやっぱ多いんですよね。マジアチャとコウモリだけで、あとはなんとか回転で頑張ればいいやっていう甘い考え。まあ僕昨日動画出したんですけど、そのね、甘い考えの。なんですけども、それに対してやっぱバルーンが刺さりますね。で、やっぱコウモリ厄介なんで、コウモリはアイスピで読むか、まあトルネで剥がしちゃうかですね。なんでこう、でも前半で攻めトルネまでしちゃうと、やっぱ相手のカウンターを止めれないこととかもあるんでね。そう、攻めトルネをするときは、こうカウンター来ても大丈夫っていう、こう、まあエリクサーが2倍タイムに入ってるだとか、まああとはこうエリアで取ってるなっていうときはいいと思うんですけど、攻めトルネはしすぎると、前半にしすぎると良くないですね。カウンター受けてやられちゃうので。前半はこんな感じで、イチャイチャしとくといいかなと思います。さあ、これは、マジアチャ巨助ホグですね。なんで、マジンクアーチャーが来ます。そして、ホグライダーも来ますね。とりあえず、ナイトで、左マジアチャ来てもいいし、ホグ来てもいい。オッケー。もう一度いただきますね、まず。で、施設プラストルネードです、相手は。まあ、ここですね。ここ、ワンチャンマジアチャ射抜いてくるかな。カモン。カモン。来た。ここ、これですね、これ。ほら、プリンウッドプリンでこれ処理できるんですよ。こうすると、プリンセスが延命できて、相手はね、辛いと。いや、これですね、今、綺麗に。しかも、うまく、今みたいにアイスピー使えると、残りますね。さあ、で、まあ、難しいのが、相手がボムタワー持ってるんですよね。なんで、おぉ、やば、これは、おいしいおいしい。これだって、あ、ノーダメカントルネ、キング起動は、この位置だったら無理。普通に防衛してきましたね。OK。キング起動されてないのはまあ救いですね。さあ、そして相手はタルババだったっけ？スペル覚えていない。ウッドだったっけ？それは良くないですね。覚えておかないとちょっとよろしくない。まあまあまあ、先つつ、ホグ来たら、これまた同じですね。で、このホグは無理に真ん中のトルネードじゃなくて、確実にね、一発受けてキングに持っていくことによって、よいしょ。いい感じにね、できますね。さあ。おー。これ、ウッド打っていいですね。バルーン、ボムタワーって基本的に、バルーン一発は耐えるんですけど、バルーン一発と、もう一発なんかがね、ザップでも何でも雪玉でも入れば、落ちるんで。よいし
うん、クエイク。これアイスピールかな、いらねえな。うわ、いて。回転が早いのが、このデッキの売りなんで、回転で頑張りたい。よいしょ。さあ、ウッド打って、あ、待って、当たってね。で、これ、トルネーとマジェチルも処理されますね。まあ、まあ、左が、右が、暴れてるな、あいつ。オッケー。これは、あ、待って、ミスト。やべやべ、ミスト。なんか飛んでる、風船飛んでる。風船飛んでるよ。相手にサービスしちゃった。やべ。焦る、出ないぞ。あ、ここのマジッカーちゃん無視ですね。無視して、これ絶対、おー、オッケー、トルネ使わずに守れるのありがたいですね。さあ、からの、こっち行っちゃいましょうかも。ぶっちゃけ。で、トルネをバレーの防衛絶対使いたいので、裏ディガーしとくと、普通にしんどいと思いますね。まあでも、ゴブリンに拾われますね。これ、はじめまじょちゃ警戒ですね。うん、全然違った。いやー、これタイブレーカーになりますね。削りましょう。てか、あと、回転ですね。回転でいきます。回転で頑張ります。気合いっすね、マジ。壊れて、オッケー。もう回転。すべては気合でどうにかする。オッケー。からの、こっちワンチ射抜いてくるっすね。オッケー。射抜いてくる、耐える、オッケー。からの、回転でいきましょう。1枚、からの、どんどん裂いて、回転でいきます。さあ、バル回った。オッケー。ここですね。ここの、バルに対して相手は多分、普通にきついと思うので、ここですね。これです。本気で戦いに行くと、多分これができる。で、さっきからディガーの位置が下手くそっすね。ゴブリンで毎回処理されてるんで、ちょっと相手クエイクあるんで、クエイク削りされると、ちょっと負けちまいますね。さてやばいが、全力でいきます。全力で耐えます。やべ、さっきから位置が。まあ、だけど、まだ耐えれる。うーわ、おいったー。だけど、ワンチャン耐えれる。ワンチャン耐えれる。うわ、殴って。あー、くそー。負けましたね。いや、これな、マジで申し訳ない。これ、ウッド、ディガーですね。ディガーを、もう普通にタワー前とか、タワーのね、すぐ横のとこ置いて、攻めウッドでね、やっとけば、正直削れてましたね。くそー、待ってねー。これ、勝ち試合ですね。これ、多分、施設プラストレーであるんですけど、相性いい、まあ、いいわけではないと思うんですけど、これ、めっちゃ勝てましたね。なんか、バルーンがやっぱ通んなかったんで、なかなか、こう、ゴブリンですね、毎回受けてきたのを、普通にウッドで剥がしてれば、ディガーがもっと入ってましたね。相手やディガー受けがなかったので、ちょっとね、いやー、悔しい。というわけで、今日はね、こんな感じで終わろうと思うんですけど、よければね、これ使ってみてください。プリンウッドプリンですね。プリン2発とウッド1発で、マジックアーチャー死ぬっていうのを覚えておくと、多分、枯渇使ってる人とか、まあ、プリンセス使ってる人からすると、すごいマジアチャーに、ね、勝ちやすくなるんじゃないかなと思います。というわけで、よければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。